はい、メイチャンネルです。コロナの影響を受けてですね、まあ今さまざまな業界で影響をね、及ぼしてますよね、ホテル業界もそうですし、航空機、あと飲食関係もそうですけどね、まあいろんなところにね、今波及しているような状況で、まあね、なかなか運営とかね、うまくいかないところも出てくるんじゃないかなっていうのは非常に懸念しているところです。先日ね、JAL に関しましても、ANA に関しましても、コロナのね、特別対応措置ということで発表がございました。で、今回はですね、ホテル関係ですね、ヒルトンであったりとか、マリオットであったりとか、に関しましても、こちらのね、コロナの影響を受けて、まあ、こういったね、対応措置していきますよ、ということで発表がございましたんで、そちらの方ね、まとめましたんで、そちらの方をご紹介していきたいなと思います。じゃあね、早速まとめた資料の方ね、見ていきたいと思います。はい。じゃあね、こちらの資料の方でございます。まあ、一応わかる範囲で、入力をね、させていただきました。まずね、今ダイヤモンド修行も実施してますヒルトンの方ですね。先日まあメールがありまして、ヒルトンに関しましてはね、世界中の、まあどの地域とか限らずですね、世界中のアカウントステータスを持つ人を対象に、今現在のステータスを2020年3月31日に来るステータスを2021年の3月31日までステータス延長しますということで発表がございました。ですからまあ据え置きでね、翌年の年度末、来年度末まで延長しますということが発表がございます。で 2019年中のうちに獲得したね、ステータスは2021年3月末までなんですが、この今年2020年中にね、修行した場合は、まあ2022年の3月末までね、維持が可能ということで発表がございました。ですからまあ今回ね、私もちょっと心配してたんですけども、10滞在ぐらいですかね、するような中で、まあ全くね、今修行しても意味ないですよっていう風になってしまうと、今までね、今年やってた10滞在とかっていうのが全く意味なくなってしまうので、それもね、もったいないなと思ってたんですけど、まあ一応ね、修行すれば、翌年、まあ1年繰り越しでね、維持することが可能ですということが発表ありましたんで、まあ非常に助かっております。はい。で、2020年中に期限が来るポイントにつきましても、一律で2020年末まで期限が延長ということですね。はい。で、ポイントの期限、2020年5月、31日までに到来するものについて、その期限が切れないように一応なると。切れないようになるというのは、いつまで延長ということなんでしょうかね。延長、ここら辺がちょっと曖昧な表現ではございますけど、まあ、いずれにしてもね、ポイントの期限が一応切れないようにするというような、発表がございました。で、続きましてね、マリオットです。マリオットはね、一応中国、香港、マカオ、台湾、に、住所を持つ人を対象にということでね、まあ、先に言ってしまうと日本に住んでる人はね、残念ながら対象外、ということです。で、今ね、中国、香港、マカオ、台湾に住所を持つ人を対象に一生ステータスをね、2022年2月28日まで延長しますよということの発表がございました。で、2020年に有効期限を迎える特典は2021年の12月31日まで延長しますよということです。ただしね、メールの方ではマリオットインターナショナルの方では今後の状況によって、まあ、更新する場合がありということでですね、一応何かしらね、日本人向けのね、措置もやりますよというようなことが発表がありましたが、どういうふうにね、どういう内容の、対応措置をするのかっていうのは、まあ、発表するのはまだ時期尚早ということでですね、内容はまだ明言されてないという状況です。まあ、同様にね、ステータスの期限延長できるようにね、してもらうとか、もしくは、修行のね、なんでしょう、75滞在とかね、プラチナ50滞在を、まあ、半分にするとかね、まあ、そういった措置取ってもらえると非常にね、いいんじゃないかなとは個人的には思います。どのようになるのかっていうのはまたね、これから分かり次第、また私の方でも追っかけてね、お届けしていきたいなと思います。はい。で、続きまして、シャングリラホテルの方ですね。シャングリラは世界中すべての人を対象に、現在のステータスを2021年の12月31日まで延長しますということで、日本に住んでいる人も対象ですよということで発表がございました。はい。で、こちらのね、インターコンチネンタルホテルグループ IHG と以下ね、呼ばさせていただきますけど、IHG の方の発表もございまして、こちらも中国、香港、マカオ、台湾に住所を持つ人を対象に、現在のステータスを2021年12月31日まで延長しますと。で、2020年中に期限が来るポイントについても、一律2020年末まで期限が延長という状況でございます。なので、まあ、2020年中っていうことはね、2020年の11月に切れるものでもね、12月までしか期限が延長されないというようなことなんでしょうかね。
はい、でこちらの、ね、IHG に関しましては日本に住んでいる人は対象外です。ただステータスを維持するのに必要なポイント数、滞在数が一応 25%、ね、削減されますよということになっております。なので、どうでしょう、もし50泊しなければいけないということになると、まあ、約12.5日、13日になるのか分かりませんけど、その分は免除されるというような、発表がございます。続きましてこちらのハイアットですね。ハイアットリージェンシー等はね、アジアパシフィックに住所を持つ、まあ、アジア圏内に住む人を対象に現在のステータスを2022年2月28日まで延長しますということでございます。2020年に有効期限を迎える無料宿泊特典は2021年の12月31日ということでですね、まあ、1年間ね、延長されるというのは、まあ、場合によっては1年以上ね、延長されるというような発表でございます。こちらね、アジア圏ですね、日本に住んでる方も対象ですよということです。あとはね、ラディソンですね、まああまりね、泊まる機会があまりないかもしれませんけど、一応私もね、アメックスのね、プラチナカードによってラディソンのね、ゴールドステータス、付与されてますので、一応今回記載させていただいてます。ポイントの有効期限に関しましては2020年の3月1日から6ヶ月間延長されて、上級会員の期間に関しては2022年の2月まで延長という状況です。で現在ね、新型コロナウイルスは世界中のホテルや航空会社に影響を与えており、今回、ラディソンリワードでも会員の獲得したポイントを利用できる状態ではないことを鑑みて、2020年3月1日から6ヶ月間のポイント有効期限を延長しますという発表がございました。でまたね、2021年2月に期限が切れる上級会員については2022年の2月までエリートステータスをね、期限を延長しますということでございます。やっぱりね、大体のところは2021年とか2022年までね、期限延ばしますよということになっているそうですね。で最後、アコーホテルズですね。アコーホテルズに関しましては中国、香港、マカオ、台湾に住む住所を持つ人を対象に現在のステータスを、まあ、2021年12月末まで延長。それ以外の場所に住んでいる人に関しましても、今ね、持っているステータス維持のために必要な宿泊、ステータスポイントの 50% 付与ということでですね、まあこれ半分ね、使用すれば、免除しますよというようなことでございます。というわけでですね、まあ一応このようにね、まとめてみました。まあ様々なね、ホテルの方もね、今非常に厳しい状況ではありますけどね、やっぱりお客さんの方のね、こういう状況を鑑みて、まあステータスをね、付与していただいたりとか、まあ期限を伸ばしていただいたり、あとはね、ステータスをね、獲得するための条件をね、緩めていただいたりとか、そういうようなね、発表がございました。で、まあなかなかね、今こういうコロナ関係で、宿泊外出するっていうのもね、そうなんですけど、難しい中でですね、ステータスを獲得していくっていうのは非常に厳しい状況かとは思いますが、場合によってはね、今取得すると、まあ、楽というかですね、場合によっては獲得が半分でね、一応住むホテルなんかもありますんでね、まあもし、気になるホテルが今楽に取れるような状況であればね、ステータス取りに行くっていうのも一つの手かなと思います。まあ状況を見ながらね、考えてやっていただければと思います。で今ね、私の方でもまあちょっとね、画面上に出しておきますけど、このように今ステータスございまして、ヒルトンはね、おかげさまで修行したおかげでですね、これまあ、今ダイヤモンドステータスという状況です。でインターコンチネンタルの方に関しましてはですね、インターコンチネンタルのアンバサダープランにね、加入してます。これ1年間で200ドルね、付与することによってプラチナのね、会員ステータスをもらえるという状況です。ただね、今回ANA の私ダイヤモンドステータスに4月おそらくなりますんで、その ANA のダイヤモンドステータスのステータスマッチをすることによって、プラチナの上のね、インスパイアっていうね、ステータスを一応付与してもらえる可能性があります。一応なんかね、今年の2019年中に修行した方はね、2020年にそういったステータス付与してもらってるっていうのがありますので、来年もね、変わらずにそういったステータス付与してくれるってことであれば、インターコンチネンタルに関しましては、インスパイアというね、ステータスを獲得することができるんじゃないかなと思っております。あとはマリオットのね、ゴールドエリートとゴールデンサークル、あとラディソンですね。ここら辺はアメックスのね、プラチナカードを持ってますんでね、普通に申請するだけでゴールドステータス、ジェード会員にはなれるという状況です。で、ベストウェスタンに関しましてはですね、一応これ私ダイヤモンドステータス持ってます。まだ正直ね、泊まったことないんですけど、これはね、ヒルトンのダイヤモンドステータスを利用して、ステータスマッチを行いました。で、ベストウェスタンに関しましても申請をすることによってダイヤモンドステータスを付与してもらうことができました。はい。
まあ、こういったね、ステータスマッチをうまく利用したりとかね、することで、まあ、今回こういった各ホテルのね、特別措置もありますんで、まあ、期限、伸ばしてもらったりとかね、今のステータスを維持するっていうのが要因になったりすることもありますんでね、まあ、参考にしていただければなと思います。ただ、いずれにしてもね、このコロナウイルスの方ね、早く落ち着いてね、欲しいなと思いますね。本当に。まあ飛行機も乗れないですしね。あちこちね、ホテル泊まったりっていうのもなかなかね、しづらい状況ではございますので、早く落ち着いてほしいなっていう状況でございます。はい。じゃあね、今回の動画はこちらで以上になります。この動画がね、ためになった、参考になった、面白かったよという方は、ぜひ高評価ボタンとね、コメント気軽に残しておいていただければ幸いです。概要欄の下の方に Twitter、LINE、Instagram やってますんでね、ぜひ合わせてフォローよろしくお願いいたします。で、またこういったね、動画をどんどんお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあね、また次の動画でお会いしましょう。